楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はですね、社員を動かすのには集団心理を意識しようということで、話をしていきたいというふうに思います。集団心理とか言うとすごく難しいんでような感じがしますけれども、内容的にはそんなに難しいことではありません。よくあることですけれども、みんなが何々してるから自分もそうしようっていうふうに思ったり、あるいは自分だけ何とかするのは、まずいかなって思ったりするようなことがありますよね。みんなが何かやってるから同じことしようかな、合わせちゃおうかなみたいなことを思ったり、自分だけちょっと違うことするのはちょっとまずいかなみたいなことを思ったりするということがよくあると思うんです。で、特にですね、社長とかだとあんまりどっちかというとそういうのは少ないかもしれないんですけども、社員は、結構こういうのが強いんじゃないかなというふうに思います。で、昔ですね、ビートたけしさんのギャグで赤信号をみんなで渡れば怖くないなんていうのもありましたけど、みんなで渡っちゃえば赤信号は渡っちゃいけないんだけど、怖くないっていうのは、これも集団心理で、逆に言えば今日のタイトルのサブタイトルみたいなのつけときましたけれども、一人だけでは渡るのが怖いっていうことなんですよね。で、今ですね、新型コロナウイルスの、感染拡大を防止するっていうことで自粛要請が出てますよね。で、3密は避けましょうだったり、不要不急の外出は避けましょうと、やめましょうというようなことが出ています。で、だんだん厳しくなってきているというか、事態がどんどん広がっているので、これはやばいなっていうことをみんなが思うようになったんですよね。それで、東京の渋谷周辺では6割程度減ってます。4割になったってことですね、大体。で、大阪の梅田周辺では7割減りましたみたいなことが言われてるんですけれども、で、ニュースとかでその、映像を見るとですね、本当に人がいないなっていうのが、分かる、映像が出てくるんですけれども、その一方で、いつもよりにぎわってる商店街なんかもあって、そこも、画面に映されたりするんですよね。空いてるというか、全然人がいないところがある一方で、いつもと同じ、あるいはいつもよりもなんかにぎわってる、商店街がある。これだと自粛してる、ある部分はいいんですけど、ある部分が良くないっていうことで、やっぱりもっと徹底しなきゃいけないっていうことになりますよね。で、こういう時ですね、リーダーはどうしたらいいかということをちょっと考えてみたいんですね。で、これは一応その、社内の取り組みだというふうにして、で、自分が社長で、社員に対して、言うんだったらどうするかっていうことですね。国とかですね、県とか都とかそういうようなことではなくて、自分の会社の中で、何かを徹底しようと思った時に、ある部分はできてるけれどもできてない部分もあると、十分ではない、まだもうちょっとやらないといけないみたいな時があると思うんですけれども、その時にどうするかということですね。で、2つちょっと選択肢を、作ってみました。で、1つは、にぎわっている街の写真を見せて、これではダメです、もっと自粛してくださいと言うということですね。まだまだダメなの でダメな例を出して、でこれじゃダメだから、もっと自粛しましょうと、こんな街に行っちゃダメですと、外出はやめましょうということを言うというのが一つ。もう一つが、静まり返った街の写真を見せて、ご協力ありがとうございますと、この調子で自粛を続けてください。うまくできてる方の例を出してきて、みんなのおかげで、こういうふうに街に、人がいなくなりましたと、この調子で自粛を続けてくださいって言うっていうことなんですね。どっちがいいだろうかと、いうことなんです。どっちの方が、効果を発揮するかということなんですね。一概には言えないとは思うんですけども、どっちが、効果を発揮するか、ちょっとやってみたいと思いますので、ちょっと考えていただきたいと思うんですけども、まず一つ目の方ですね。商店街の、写真ですけれども、こんなにまだ人がいます。もう外出はしないようにしましょう、3密は避けましょうって言ってるのにもかかわらずこんなに人がいます、どういうことだと。まだまだ全然できてないから、もっと厳しく自粛するようにしましょう、こういうこと言うわけですね。会社の中だともっと、すごい言葉、すごいというか厳しい言葉になるかもしれませんけど、こんなに人が出てちゃダメだから、もっともっと自粛するように、しっかり自粛するように、外に出たりすんなよみたいなことでしょうかね。でもう一つですね、こちら、違う場所なんですけれども、ここは人がいないわけです。でこちらを見せて、
みんなのおかげで、本当に人が、外出しなくなりました。これで3密も全然避けられてますし、この調子でいけばうまくいくんじゃないかと思います。まだまだちょっとあれなんですけど、この調子でみんなも頑張ってください。とこういうふうに言うか、どっちがいいかっていうことなんですね。でこれ一概に言えないんですけど、まあ基本的には、社員を動かしたいなと思ったら、これはしてほしいことを言った方がいいということなんです。これはその、みんながこうしてるんだったら自分もこうしなきゃいけないかなって思ったり、みんながこうしてるんだったら自分はこうしちゃいけないなみたいなことを心理に働きかけるっていうことですね、今日のあれで言うと。なので、先ほどの例で言えば、みんなが自粛してくれて助かってるよと、みんなが頑張ってるおかげで、自粛がうまくいってますよ、まあ、売上の話とかにしてありますけど、売上も順調ですみたいなことを言うっていうことですね。そうすると、やってない人、頑張ってない人も、あ、やばい、俺は頑張ってない、私は頑張ってない、みんなが頑張ってるのに自分だけ頑張ってない、じゃあ頑張んなきゃってことになるってことなんですね。で、まあ、それを逆に言ってしまうと、あ、なんだしてない人もいるんだから別に俺もやんなくていいや、みんながやってないんだから俺もまあ大丈夫だろうみたいに思っちゃうっていうことなんですよね。そこまで明確に意識してそう思ってるかどうか分かんないんですけど、こう潜在意識的にというか無意識のうちに、なんとなく、あ、まだまだやってない人もいるんだから俺もやんなくていいな、私もやんなくていいなみたいな気分になってしまう、まあ、先ほどの、こういうその、混んでる人がいっぱいいるところのこの写真を見てしまうと、あ、なんだみんな出かけてるんだから自分だって出かけてもいいんだな、あ、大丈夫なんだな別にみたいに思う。もちろんその一方でこんなに出かけちゃダメじゃないかって思う人もいると思うんですけども、そう思う人がいる一方で、なんだ大丈夫じゃん、じゃあ自分も出かけようって思っちゃう人がいるっていうようなことなんです。なので、社員を動かしたいんだったら、その動く、してほしいことを言うっていうのがまあ大事になってくる。でそうは言っても、頑張ってくれるおかげで順調ですって言って本当に完璧なんてのはいいんですけど、もうちょっと頑張ってほしいなっていう時もあるわけですよね。でその時には、ただ目標にはまだあと一歩なので、あと一踏ん張り頑張っていきましょうみたいな感じで、もうちょい行きましょうっていうことは言ってもいいと思うんですね。でこれがまだまだ全然お前たちが頑張りが足りないからダメなんだみたいな感じに、言った方がいい時もあるかもしれませんけれども、でも、みんなが頑張ってくれてるからうまくいってるんだということを、言って、そうすると頑張ってない人が、あ、頑張んなきゃって思うってことなんですね。でただもう少しここで緩んじゃうといけないので、緩まないようにするためには、目標にはまだあと一歩なんで、うん、あと一踏ん張り、もうちょい頑張ろうっていうふうには言うと、いうことですね。でこれが、割と、まだ目標に達してないとついついお前たちの頑張りが足りないからダメなんだって言いたくなっちゃうんですけど、その言い方次第では、まあ、繰り返しになりますけど、あ、なんだ、あ、みんなも目標達してないんだから俺も大丈夫だってなっちゃうんですね。ですので、してほしいこと、そのやってくれてありがとうっていうようなことを言う方がいいということですね。それを言ってると、まあ、聞いてる方も、まあ、なんとなくポジティブで前向きにいけますし、実際にも効果が上がるということで、まあ、みんなが盛り上がっていけるんじゃないかというふうに思います。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。